ヒーローイズカミング。1849年、プロイセン王国との泥沼2連戦に勝利し、宿敵の弱体化に成功したオーストリア帝国。最大の脅威を退けた我らだが、しかし、内に抱えた火種は燃え続けている。多文化国家の歪み。ドイツ人が多民族を支配してきた帝国だが、そのパワーバランスは崩れつつある。マジャール、チェコ、ポーランド、ルーマニア、スロベニア。このまま諸民族の牢獄と化していくのか？我らが世界を率いるには牢獄をぶち壊さなければならない。今こそ、真なるアウスグライヒを。モンチオールのフーナセーラ、ビクトリア3オーストリア帝国プレイ、1849年からプレイ続行だよ。ここまでのプレイは前回までをチェックチェック。長く続いたプロイセンとの戦争で内政が若干おざなりに、今回はその辺のテコ入れと新しい技術の導入、さらに法改定にも取り組みたいね。それは動画的に大丈夫なんですか？バラドゲー視聴者様なら大丈夫大丈夫。現状の課題はいくつかあるけど、市場アクセス、課税キャパ、貿易ルートくらいは対応したいね。よし行くぞ。おうおう、まずは貿易ルートの護衛不足だけど、小型船生産して交易路保護しなきゃ。そうではない。あれやってることはそんなに変わらんか？海路を使った貿易には護衛船が必要。貿易ルートや商品の数によって必要な護衛船の数も変わってくるよ。パイレーツお断りです。護衛船がなくても貿易は可能だけど発展性なし。で、この護衛船の最大値は港の数で決まるんだけど、おっ、ちょうどここで水圧クレーンの技術がアンロック。ありがとうネオアームストロング。完成度高えな。おい、じゃなくてこれで港の最大レベルが1アップ。港の数と製法によって護衛の数とインフラの数値が増えるから、優先して増設していきたいね。そうそう、インフラですよインフラ。このゲームでのインフラいつ何？誰だよ。ビクトリア3ではステートごとにインフラ値があって、いわば市場とステート間の交通も、建物が増えすぎてインフラ値が超過すると渋滞や遅延が発生。ああ、会議に遅れちゃう。材料が届かないから現地の材料費は高騰。これじゃあ生産しても採算取れないよ。もうダメだ、工場閉鎖しよう。下まではいかなくても生産効率がガタ落ちしちゃうよ。内政においてインフラを確保し続けるのは一番重要なんじゃないかなと初見プレイヤーが言っております。さっき表示されていた市場アクセスのアラートはインフラ超過のお知らせだね。基本的には鉄道を建設するか建物を減らすかしていくんだけど、ここはひとまず道路整備の布告でお茶を濁しておこうか。一時的なバフですね。そうそう、しかも布告はどれもかなり強力。その分権力を消費するから、うまく利用したいところ。うまく利用できましたか？それはそれ、これはこれ。あとは課税キャパだけど、これは前回アンロックした中央公文書館の出番だね。行政府の製法を規格化された書類整理システムにアップデートすれば課税キャパアップ。紙が高騰しちゃう、やばいやばい。生産しよう生産。それでもキャパが足りない場合は行政府を増やすけど。そんなに重要なんですか？キャパを超過しているとステートからの徴税額を結構なパーセンテージ削るから、総額が増えるほどロスも大きくなるよ。可能な限りこちらも対応していこうね。あいあい。ふう、こんなところか。それじゃあちょっとニトログリセリンを失礼して。謝るな。ニトログリセリンで鉱山での産出量は劇的にアップ。一通りの鉱山を揃えている我らオーストリアにとっては文字通りの起爆剤になるよ。ダイナマイト。だからそれは次の次。鉱類の研究を終えたところで、ダイナマイトは、うん、6年もかかっちゃうか。ああ、私のダイナマイ。まだ大学増やしてないから仕方ないね。大学で技術を研究しているんですか？ニュアンスとしてはそう考えていいんじゃないかな。大学を建設するとこの革新が上昇。あとは識字率も絡んでくるんだけど、こっちは教育制度が一番影響を与えるのかな。で、この技術の普及は、識字率と言論の自由に関する法律の補正が載った値。これが他国家からの技術伝播に影響してる値だね。最後に、技術の研究は、革新の値と、技術の普及が有効ならその値までを毎週積み足していくよ。うわ、何言ってるか分かりません。産業で大学建てて読み書き学べば爆速研究。おお。と今なら言えるんだけど、プレイ当時は全く理解していなかったから、大学創設はしばらくなし。ああ、ダイナマイか。まあのんびり待ちなんし。葵さん大変です。はい、全くプレイが進んでいません。皆まで言わないで。とはいえ何か動きがないと。お、ハノーファーからの揺さぶりだね。ということは、お待たせ。うん、このドイツやイタリア形成は今後テコ入れしていくとのこと。プロイセン君の挙動も変わっていくだろうね。オーストリアやフランス、ロシアにプレイヤーが入っていなければ今の AI でもなんとかなるんでしょうけど。はーい、オーストリア介入するよ。それスタルなんとかみたいだ。介入対象は一国のみなんだけど。で、今回の戦線はちゃめちゃになってるな。相変わらずドイツ地方は18世紀ドイツレベル8要塞軍。うっ、頭が、いかんいかん、別世界でのトラウマが。それよりもいざ海戦。うおうおお。とはいえ我々に対するプロイセンからの要求は何もなし。3艇利用可能になったんですか？まだだよ。ああ、はじめはポメラニア戦線で衝突して、あとは流れで。ブランズウィック征服、ハノーファーも2州征服されました。あわわわわわ。ちょっとちょっと、まだ私たちは元気なんだな。もう少しあちらに派兵するべきでしたか。消耗がな。それじゃあこちらは白紙和兵を。あれ、団地費の解放に応じてくれそうですよ。本当だ。でも和平協定の提案はできないね。むー。おお、よくわからないけど和平協定提案できるようになったからよし。最初と変わってないんだけどな。結果としてはプロイセンの勝利。いい加減止めないとたまったもんじゃないですね。遮断するか。
時は1853年、そろそろインフラの拡張に着手すべく鉄道敷設を開始。素材商品は生産してるんですか？うん、発動機の工場はもう稼働してるんだけど。だけど鉄道の建設どこだ？あったあった。何を見せられてるんですか？ごめんて。ちなみに発動機の生産には鉄鋼と工具、石炭が、鉄道運営にも石炭が必要。石炭ほれほれ。あと鉄道は助成金を出して運営をサポート。インフラは国の基盤、お金は大丈夫なんですか？大丈夫、それ以上のバリューはあるからね。むしろもっと建設能力を盛りたいところ。さじ加減がわかりませんね。国家規模や交易状況にもよるからね。おう、蒸気機関車発進。さすが 3D モデルも凝ってるな。都市建設でも強いコンテンツ持ってますからね、パラド様は。あのニョキニョキタイムがあるとなおよしなんだけど。おっと、話が脱線しちゃったね。鉄道は自動拡張オンにしちゃってもよかったな。それほど重要なんですね。経済に大きく影響するからね。1855年、ようやく爆量アンロックス3兵が利用可能に。最後まで技術の普及に身を任せましたね。これでユニットは追いついたでしょうか？多分ね。で、ユニットを置き換えると、弾薬が必要になるね。お、これはまた専用の生産工場な？軍需工場で生産するよ。小作農たちにもどんどん働いてもらおう。さらに少し時は流れて1857年、国威ランキングも3位に上がったけど。うん？何やらプロイセンとロシアの国境がカラフルですね。プロイセンがドイツ諸侯に手を出したところにロシアが介入。なんやかんやでもう3年くらい争ってるかな。これだけ暴れ回っているプロイセン君は当然。うわぁ、真っ赤っかだ。仕方ないなぁ。それじゃあちょっと牛を吸いに行きますか。漁夫の利とも言う。ベルリンをいただけばおとなしくなるでしょ、きっと。あれ？フランスは最初から参戦してくれますね。そうそう、今フランスとは同盟を結んでるよ。列強上位が手を組んじゃったか。はぁはっはっは。私たちは昔から仲良しですからね。そう、そうだっけ。そんな歴史譜は成立し得たかな。さすがのプロイセン君でもこの陣容では。暗無条件降伏した。1858年12月、ベルリンはありがたく無血開城。そりゃそうなりますよ。しかし、あーあー、すごい国境線に。これは国境線警備隊が急進化するな。ところでこの制服必要なんです？ドイツ統一を実施するなら不要だけど、オーストリアにはプロイセンを必修要国家ランクに留める実績があるから、今回はそれを回収してからドイツ統一する予定だよ。なるなる。少し経過して1860年、待望となる技術のアンロックを迎えたよ。うおーおー、ダイナマイ。ふう、やっと正しいタイミングで言えました。いや、それは編集のさじ加減。ゲフンゲフン。これで鉱山での発掘量が飛躍的にアップ。で、爆発物が不足しそうだね。それじゃあ化学プラントも建設してきと。その材料になるようにも、ダイナマイトを導入してきと。堂々巡りですね。確実に成長してるから大丈夫大丈夫。専門的な警察機構も制定し、法執行機関のレベルアップが可能に。急進派の増加と同様度のペナルティをなかなかに抑え込めるから、ぜひとも最大レベルまで上げたいところ。急進派はおよそ4人に1人か。セーフセーフ。民族運動だらけですね、これは。さてさて、いい加減ドイツを滑る者が誰なのか世界に示しましょうか。ついにプロイセンよ。そのドイツ統一の野望、今ここで悠久の彼方に投げ捨てるんだな。うわー、痛い悪役みたいだ。ドイツのリーダーシップを我々が発足すると、プロイセンが主張しているドイツ統一の野望を放棄するよう要求。ドイツ諸侯はそれぞれが支持している陣営に分かれて、さらに周辺の列強をも巻き込んだ一大戦争が始まる。大ドイツも小ドイツも許しません。超多民族国家を築くのです。まだ国内の民族運動を鎮火できてないけど、まあいいか。これで外交プレイ開始。今回はプロイセンが暴れていたおかげで、列強の支持もオーストリア寄りに。イタリアはプロイセン側につきましたね。特に我々と敵対していたわけではなかったけど。それならばフランス君、また私たちと一緒に。いいですよ、もう一つ義務を負ってくれるならね。ああ、システム的にできない。くっ、なんて卑劣な罠。オノレビスマルク、ここはイギリス君に支援してもらおう。ほらほら、孤立してないで一緒に戦いましょうよ。これで数の上ではかなり優勢になったけど、イギリス君がどのくらい動いてくれるかわからないし。イタリアとプロイセンの攻撃を受ける形になっちゃいましたね。これは徴兵もしないとさすがに。あ、あれ、ちょプロイセン、要求を受け入れちゃいましたね。うわぁ、見せ場が。どうどうどう。これでドイツ統一候補はオーストリアのみに。あとは統合を発足するか、ドイツを形成するか。どう違うんです？ドイツ形成はそのままの意味だね。ドイツを形成して以降はドイツとしてプレイするよ。統合の発足は国の変態はなし。今ならオーストリアのままだね。今回はもちろん統合の発足だね。これを実施するとドイツ諸侯たちを併合。オーストリアを支持していない国家はもちろん反発するから、これまたドイツ全域を巻き込んだ一大戦争になるね。ドイツの土地が持ちません。もう仕掛けちゃってもいいんだけど、ここは地道に諸侯と関係改善していこうか。プロイセンもですか？さすがに修復不可能かな。関係改善と余裕があれば有志まで彼らとの関係を改善していこう。それでも支持しない諸侯とは一線交えて見せ場も作れる。完璧だね。でもさっきのプロイセンみたいになるんじゃ。はははは、そんなことあるわけないよ。
さてドイツ統一の目処がついたところで、残すは民族問題の解決。多文化主義を採用するんですよね。そうそう。でもこの時は政府改革の進め方を理解していなくて、まだまだ改革が進まず、法律もほとんど変更できていないね。多文化主義はまだ採用できないから、他の法律を変更していって利益集団のパワーバランスを変えていこう。ファイトだファイト。もちろん内政の手を休めることもなし。アニリンが解禁されて、合成樹脂プラントが利用可能に。これで自国での占領生産開始。インクでステージを塗りつぶさなきゃ。イカちゃんは未来で戦ってね。忘れちゃいけねえ。ロータリーパルブエンジン。熱効率アップアップ。そして1868年、近代化の花形。発電のアンロックだ。待ってました。電気が出てくると近代化が加速してるって感じがしますね。幸いビクトリア3での電力の扱いは他の商品とほぼ同じ。さすがに交易はできないけど、作って使えば OK。 さらなる効率化が進む。3年も経てば GDP も、おお、伸びてきましたね。ふっ、今プレイすればもっと伸ばせるのに。明日の私に期待。ってなんでわざわざこのタイミングで GDP を比較したんです？そうだそうだ、ちょっとプロイセン君からエルベをいただこうかと思ってね。大丈夫なんです？ドイツ諸侯と関係改善してる中そんなことして。いやだって石油湧いちゃったからね。それは是非もなし。とはいえこれで石油が賄えるとは思えないけど。足りない分は攻撃ですね。うん、フランス君を呼んだところで今回も、あや、譲歩しちゃいましたね。出番が。あ、楽屋でお待ちください。ぐぬぬ。このプレイ時点でのゲームバージョンは 1.0.3、 アップデでこの辺の挙動は修正されてるそうだから、プレイの再現性は低いかもね。あれ、それじゃあ参考にもならないんじゃ。全部が変わったわけじゃないから。涙拭いてください。土地所有者投票を制定したことで、ついにオーストリアでも選挙開始。清き一票。一部の利益集団が政党を結成し始めたね。おお、集団とは別扱いなんですね。複数の集団が一つの政党を結成したりもするよ。選挙は4年に1回実施と、オーストリア初の選挙が早速開票。極東キリスト教主会党勝利。選挙直後は政権交代。今なら政府から利益集団を追い出しても急進派は増加せず、選挙も通して政府をマネジメントしていけ。それができたら苦労しないのよね。ここでもどこかでも。さて、あとは、お、なんじゃこりゃ。実績が解除されたね。さっき話していたオーストリアの実績ですね。ということは、ああ、6強だったプロイセン君も今や14位に。どうしてこんなことに。鏡見てください。その後集会の権利も制定し、フランス君からフランス戦にお呼ばれして。フランス対フランス、革命だ。おいおいおい、今回はハプスブルク家関係ありませんよね。あ、そうだ、己ハプスブルク言いたいだけだね。あれ、しかし我々にも参戦の義務が。ほら、早く助けて助けて。仕方ないな。あ、でも南フランスにしか派兵できませんでした。ちょちょちょ、パリがパリが。これはダメみたいですね。ああ、これでフランスがフランスを併合してフランスに。あれ、何も変わってないな、見た目はね。あ、私は一体。あ、声質が違う。いや、そういうことではないのよ。フランスの変、いや、フランスが変から2年と少し、ようやく多文化主義の制定を議論可能に。だいぶ遠回りしましたね。運要素もあるとして、最短どのくらいで制定できるんだろうね。特に問題なく制定まで完了。これでいよいよ、ジャーナル、ハンガリーの問題が完了し、二重君主制のジャーナルが。私たちはハンガリー国民と合意に達しました。何世紀にもわたる不均衡な支配の後、彼らは今、オーストリア・ハンガリー帝国において平等な役割を果たすことになるのです。オーストリアとハンガリーは統一された。これでオーストリア・ハンガリー二重帝国に。妥協ではなく融和にして融和。これが多民族国家の真の姿。おお、国土も白から黄色に。いいねいいね。マジャール人だけではなく、他の民族たちとも融和。文化的差別がなくなったことで急進派の数は。おお、一気に減りましたね。さらに移民もバンバンやってくるから、これから人口がどんどん伸びていくよ。いよいよ始まりましたね。私たちのオーストリアが世界を牛耳る時が。あれ、そんな目標だったっけ。とにかくここからはドイツ統一と経済成長、このままグランドキャンペーンの最後まで突っ走るよ。おうおう、といったところで今回はこの辺りで。高評価とチャンネル登録をして次回をお待ちください。それではチャオチャオ。